皆さん、こんにちは。カメラマンの原亀です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ZFC の張り替えキャンペーンですね。そちらに、申し込みをしまして、荷物が届いたので、開封していきたいと思います。このような形でですね、エアパッキンにくるまれてやってまいりました。ZFC、私の ZFC です。グレーに張り替えたものが来ました。で、私はですね、2つ申し込みましたので、実はここに白があります。白とグレーに張り替えました。いかがでしょうか？ちょっと後でですね、まあ、後日これを、まあちょっと写真に撮りまして、まあ撮り方等ですね、ついでに、お見せして何かの参考になればなと思います。スタジオ時代にですね、結構カメラを一生懸命撮影してました。カメラのカタログの撮影をやっていたスタジオでしたので、まあ社長にですね、いろいろスキルのアドバイスを受けて、カメラを撮影してました。ですから、スタジオの経験も多少ですね、皆様にお役に立てる情報があるのではないかと思って、今後やっていくつもりでございます。よろしくお願いします。で、今日はですね、35mm を取り上げてみたいと思います。ニコンのですね、Z マウントの、一番最初の1本目のラインナップがですね、35mm でした。Z7 と 35mm をですね、僕はセットで購入しました。それで、正直言ってですね、まあちょっとですね、ミラーレスの開発が、ニコンさんスタートが遅かったので、焦りもあったと思います。正直ですね。それで思ってたより実は 35mm がいまいちだったんですよね。で、今となってはですね、35mm は、私今所有していません。24mm と 20mm は所有しているんですが、そちらは、クオリティが素晴らしいですね。で、50mm の 1.8 と 50mm の 1.2 ですね。ここにありますが、これ 1.2。1.8 ですね。これ両方ともクオリティはかなり高いと思います。オートフォーカスも相当スピードが速いので、まあお気に入りなんですよね。ただですね、35mm だけはちょっとですね、私の期待外れだったんですよね。28mm の、1.4 の E 型というのがありますね。こちらになります。で、これはですね、かなりクオリティが高くてですね、オートフォーカスも早いと思います。FTZ とのですね、相性があんまり良くなくて、まあ私使うのやめてしまったんですが、もしかしたら FTZ2 だったらかなり速射性も高いかもしれません。以前にもお話しした通りですね、広角レンズはですね、単焦点レンズを使うことが多いです。特にですね、広角レンズの中心に考えているレンズは 35mm になります。20mm だったり、24mm だったり、まあ 40mm だったりですね、50mm だったり、周辺のレンズは何種類かあると思いますが、まあよく言われたんですけれども、35mm があればですね、ある程度広角レンズはカバーできると言われています。それはですね、35mm をつけていると、50mm ですね。人間の目の画角というのは 50mm と同じと言われていますが、50mm の範囲よりも若干広く撮りたいときは 40mm、35mm となりますが、自分が下がればですね、24mm っていう風にもっと広角レンズとして使うことができます。それは 24mm で構えてしまうと、フレーミングの中の絵面がですね、小さくなりすぎてしまいます。結構ですね、ズームレンズの広角計を使うときにですね、1430、まあ、このレンズそうなんですが、広角の方にどうしてもファインダーを覗いて撮ってると引っ張りすぎちゃう傾向にあるんですよね。絵柄が小さくなりますので、上がりがちょっと小さすぎちゃったなってことがよくあります。全部をまとめて絵に入れた方が絵作りが楽なんですよね。ところが、引きすぎてしまうことによって構図とかですね、絵がですね、崩れてしまうということがよくあります。空間を切り取るということの連続ですから、写真は全部を入れてしまうと、全部が入ることによって、やはりですね、迫力がなくなったりするんですよね。広角ズームを使うと、どうしてもですね、引きすぎる傾向にあるんです。まあ、人それぞれかもしれませんが、僕はですね、引きすぎてしまうので、そういう場合はですね、もうズームの領域ですね、レンジをもう思い切ってやめてしまって、単焦点を使うことをお勧めします。で、特にですね、広角レンズの場合は、35mm を使うことをお勧めします。これから紹介するのはですね、シグマの 35mm の 1.2 というレンズですね。アートシリーズですね。それのソニーマウントを結構使ってたんですが、今はちょっとわけがありまして、ソニーを全部やめてしまったんですが、今思い返すと、あのレンズ最強だったんじゃないかなって思うんですよね。35mm の 1.2 というと、1.2 って思うかもしれないんですが、結構ピントが来ないんじゃないかなって思うじゃないですか。ところがやっぱり性能のいいソニーの、ハイブリッドオートフォーカスだとバシバシピントが来ます。1.2 でピントが来ることだけでも感動もんなんですが、それに加えてですね、描写が素晴らしいんですよね。まあ、ニコンを使っててソニーをベタ褒めって、他のカメラマンではありえないかもしれませんが、私はそういうスタンスで写真を撮っています。ですから、いい機材を自分に合った機材をチョイスして使う。例えば、ニコンを使ってるからといって、ソニーを買わないかってそんなことはありません。ソニーでやっぱり素晴らしい機材があれば、積極的に導入していきたいと思いますし、自分の作品、絵作りにですね、カメラメーカーで壁を作っては僕はいけないと思っています。で、今回はですね、シグマのですね、35mm の 1.2 のレンズを使った写真をですね、後ろの方に特集で載せております。ぜひご覧いただきたいんですが、1.2 のレンズでこれだけバシバシピントが来ると、どういうことが起きるのかと。まあ、天気がですね、雨が降っていたりですね、雪が降っていたりですね、天候の悪い時にこれだけ撮れるんだというのをですね、確認していただければなと思います。ズームレンズしか持っていない方、ぜひですね、単焦点を1本買ってみてください。そうするとですね、自分の絵作りが明らかに変わってくると思います。単焦点レンズを使うことによって、今まで何だったんだろうって思うくらい、絵が上手になったりします。これは本当の話です。僕もですね、一番最初に、カメラを始めた時にズームレンズから入ってるんですよね。やっぱりカメラのキットってズームがついてたりするじゃないですか。だからズームレンズから入ってるんですが、実はですね、ズームレンズを使うよりも単焦点レンズを使う方が自分の絵作りが上手くなります。それは確実だと思います。ズームレンズだけでですね、うまく撮れる人もいると思います。でもそういう人ってもともと持ってたもんが違うんじゃないかなって僕は思いますね。もともと絵作りが上手だったんだと思いますよ。ズームレンズよりも、やはり単焦点レンズを使って、どれだけ自分の絵を作れるかっていうことに挑戦してみてください。単焦点レンズって素晴らしいと思います。